さあ始まりました、モエドラチャンネル。まあ同級生なんだって薄っ完璧に老けてる感じ薄っよなすごいなと思ったのが、なんか目をつぶって投げるとか言って、え、体が覚えてる。ルカ楓と一緒っす。あら、スラムダンク出てきましたね。はけないです先輩、どうしましょう。いや、指突っ込め、指突っ込めっつって、分かりましたって、口の中に指突っ込むかなと思ったら便器に突っ込んだっていうそれはほんまな。あれはでもそうなる本当になる。タクは聞いたか分かんないですけど、なんか仲悪い説が流れて。え、あ、自分と吉井だよね。うん、うんうん、麻生と仲悪いんでしょみたいな感じで言われたり、他球団の人からとか。僕はそう思ってないんですよ。もしかしたらそうやって言ってたかもしれないけど。いやいや、ちょっと待って。いや、自分もその時はヨシがてっきり自分のこと嫌ってんのかなって。いやだからそういう風に言われるのかなみたいな。ほうほうほう、え、全然仲悪くないんだけどみたいな感じだった。そうなんです、本当に。そうです。むしろ一回も多分腹立ったことないですね、ヨシに対して。僕が若い時ってレギュラーの人がなんか仲悪い説って流れるんですよ。野手同士であの人が昔仲良かったのに 悪くなっているっていう、多分誰かがそういう風に吹くんでしょうね。バーってこう、こんな噂がこう広がっていくじゃないですか。はいはいはい、多分それで流れていって僕の方帰ってきたんですけど、悪いんだろお前みたいな。いや全然と思って、むしろえ、そう思われてるのかなって一緒の考え方ですよね。でもなんかそれって若狭さんのなんか番組かなんかで、自分がなんかヨシを誘っても一緒に行ってくれないんですよっていう話から、なんかそういう話になってまさかの私のせいだった気がするんですよね。なんかヨシミさんとかご飯とか行かないんですかみたいな、はい、いや僕誘ってるんですけどなかなか一緒に行ってくれないんですよねみたいな話をした時があって、はい、多分そこから生まれた。それか、その可能性かな。心当たりがなくて CBC じゃないですか。じゃあ俺じゃあもうすごい時空を超えて、もうここでちゃんと言っときましょう。二人仲いいですよね。仲いいです、はい、そうですよね、はい、はあ、よかった。さあそれではテーマトークいきましょうか。お二人で何か選んでください。どれいきましょう。僕が選ぶんです。さあタクちゃんと一緒に何いく。伝説って何ですか。浅尾伝説ですか。あ、そういうことですね。いや、トイレもあるでしょ。やめとこじゃあ谷繁さんでいきましょう。お、はい、来ました。めっちゃ怒られたまあ数回程度かな。俺めっちゃ怒られたほんま。知らないかそんなイメージある。あの前座ってるやんか、うん、あの和田さんとマジ何回殴ろうかなと思ったぐらい説教された絶対殴れへんけどマジでうっさいな。でも正論言われてるから、はいはいはい、逆らえない自分もいて、でも1回だけ逆らったというか、うん、なんか最近聞いたんやけど、谷繁さんと森さんの中で変えましょうっていうサインがあんねんて、ピッチャーを、後ろでこうやって出すねんて。で俺があのいいスイングアップって言ったじゃん、ジャイアンツ、うんうん、めちゃくちゃ相性悪くて、うん、振ったらもうホームランっていう時があって、でその時まあ先発して3対1か4対1でいいスイングアップだったの、うんうん、6回表ワンアウト、あんな1、2塁か1塁か忘れたけど、うんうんうん、で森さんと谷繁さんが来て、どうだしげって言ったら変えましょうって言ったんやん。で、はって俺言ってしまって、うん、行きますよって言ったら、え、無理無理無理って言って言われたの。じゃあもういいです、変わりますって言って帰って行って、グローブバーン投げて、で、押さえてくれた誰かが、うん、で、帰ってきて言われたことが、物に当たんないなって言われて、うん、で、無視したんやんか。で、優勝した年になんか、よしみのこれって話ありますか、こいつね、あの後輩僕一回も反抗されたことないんですけど、うん、こいつだけ反抗してきたんですよで、え、覚えてんのと思って、ですいませんでしたって言ったら、いやそれぐらいで来なあかんって言ってくれてよかったんやけど、うん、めちゃくちゃ言われた。あ、そう、気持ち入れて投げろよお前って。いや気持ち入れてるしみたいな、こっちでもあの人のおかげで本当勝つことができて、うん、その配球って正直全然興味なかったんやけど、こうしたらこうなるんじゃないかなとか、こうしたらこうなるよねとかっていうものはあの人が教えてくれた。だからそれは今でも生きてるし、試合見、人の試合見てる時もそれを参考にしてやってる。うーん、いやーでもこっちから見てたらなんかすごいヨシは認められてるなって感じ。いや怖かったよ本当に。でロッカーとかめっちゃ雰囲気あったよ、大将さん。まあ おのおのがねみんな雰囲気あったね。そうそう、谷繁さんにこう注意というか、まあ何回かもちろん怒られてるんですけど、
一回すごいなんて言うんだろうな、印象深い、印象深いというか印象に残ってる言葉が、お前が投げたいボールが、投げたいボールじゃなくて抑えられると思ったボールがあるんだったら首振ればいいって言ってくれたんですよ。そこから自分に意思を持つようになって、まあ、ある程度組み立てで谷繁さんがこういう風にしていきたいんだろうなってのも分かるし、自分が投げたいボールを 最終的にはですよ、投げたいボールも分かって一発で出してくれるんですよ。フォークで例えば決めたい、まっすぐで行きたいって時はもうわざと首振れのサインがあって、首振れ首振れ首振れで自分の投げたい球を一発でポンと出してくれるんですよ。いやすごいなこの人と思って、うん、それは分かる、すごいよね、うん、だからなんかもうちゃんとピッチャーのことを見てる、分かろうとしてくれてるのかなっていうのはすごい伝わりましたね。ミーティングをするんです、あの毎日ミーティングがあるね、うん、ピッチャーので、谷繁さんと僕並びが一緒で、テーブルの、うん、僕こっちで、あこっちで谷繁さんが一番端っこなんですけど、ずっと映像見ずに字書いてるんですよ。ずっと知ってる、知らないでしょ、うん、で谷繁さんが監督になってからかな、聞いたことがあって、映像って全く見ないですよねって言ったら、参考ならんって言うね。うん、で俺はずっと例えば今日が吉見だったとしたら、吉見をどうするかってずっと書いてるって言うんですよ。へえ、へえと思って聞いてて、例えば右バッ外国人の右バッターがいて、このバッターはスライダーが打てませんって言っても、お前らそれを鵜呑みにしすぎだって言ってきて、スライダーって言っても、浅尾のスライダーはこうだろう、お前のスライダーはこんだけしか分かんないだろうって言って、でその打てませんっていうのが全部のスライダーだから、それは参考に ならないから考えろって言われたんですよ。ことがあって、そこから僕もスコアラーさんが持ってくるデータはもちろん参考にはするんですけども、そのスライダーが打てないとか、まっすぐが弱いとかっていうのは参考しなくなりました。であとはそのワンカードで24試合ぐらいあるのかな、うん、各チーム、うん、それを山場が絶対に後ろに来るから、うん、それをここでしっかり抑えるために餌まきしてるって言った、ずっと。へえ、考えられへんやん、すごいね。いやすごいなと思った。すごい、2人でご飯行ったことある、谷繁さんと。2人はないかな。いや俺1回だけ会ってさ。いやでもそれはね多分ね、仲の良さが多分違う。違う、あのたまた広島で、たまたまって勝って、うん、その時に15勝目あげたんですよ、うん、で足にボールが当たって、その試合で僕でトレーナールームにアイシングしに行ったら、谷繁さんがなんか治療かなんかしてて、お前今日暇って言われて、で確か暇だったんですけど、なんか先輩から誘われたら予定が入ってもなんか行かざるを得ないよね、うん、なんですよで、まあでも予定がなかったんで行ったんですけど、で飯行こうかって言われて、はいって言って、でまさか2人と思わないですよね何食べたか覚えてないぐらい緊張して1回だけあって、2人はないな。プライベートの時全然あんな感じじゃないです。もう優しいよね。そう、みんなでいるとね。へえ。あのトイレのこの事件の時も谷繁さんのそれ谷繁さんなんだ指突っ込めを の1人の中の1人に飲んでたグループで。そうなんですか。で、あの介護してくれたのは、佐伯さんです。佐伯さんの言葉が足らないんですよ。言葉足らんですよ。そういうことなんですね。はい、僕谷繁さんに言われてました。なんでこうなったんだって説明したら、でって言われるんですよ。お前はいつも言葉が足らないって言われる言葉足らずだから相手に伝わらないって言われたんですよ。いろんなことで、はいはい、だからやっぱ言葉足らずなの佐伯さんが